そう、毎年ね、カブトムシがひたすら湧く時期があって湧く、あ、来た、あ、いた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 、本当にいるじゃん。カブトムシが。はい、皆さんこんにちは、ムショウガです。今日なんですけども、畑に来てます。ここはですね、ウサウチさんの畑になります。こんにちは、ウサウチチャンネルです。この畑になんかすげえ虫来るって聞いたんですよ。そう、毎年ね、カブトムシがひたすら湧く時期があって、湧くスイカとか甘い野菜も育ててるので、はい、それがあるシーズンはもう、ひたすら湧きまくるというか。まあ何をしてるわけでもなく、勝手に食べた後のスイカの皮の部分を置いておくと、もうここに、ガサー。天然フルーツトラップってことですね。そうですね。あ、じゃあ今日も来てますかね。今ちょっと気温が暑いんであれなんかもしれないんですけど、夜になったらまた来るんじゃないかなと。ああ、そうなんですね、はい。じゃあちょっとお昼の状態も見せてもらっていいですか。はい、お願いします。お願いします。あ、これうさうさん育ってるナスビですか。そう、うちの親父が育ってるナスビ。綺麗。無農薬育ってるんで。僕ナス苦手なんですけどね。食べられないんですか。子供の頃からあんまり得意じゃないですよね。あ、キュウリ本当は落ちてる。しなしなキュウリ。こういうのもなんかうちアヒルとか飼ってるんで、アヒルにあげたりとか。人間も動物も食べれるんですね。そう、人間も動物も食べれます。あー、でもめっちゃ自然豊かなとこ。セミが、セミがあったで。カマキリですよ。え、あ、食べてるんだ。オオカマキリが食べてます。え、セミ食べることってあるんですか。あります、あります。変な声聞こえるなと思ったらカマキリに食べられてるセミでした。トラムシだ、タムシ、タムシ。え、この庭すげえ。カマキリいるし、セミいるし、タマムシ飛んできたぞ。わあ、めっちゃ綺麗なタマムシ飛んできた。めちゃくちゃ自然豊かな。カブトムシクワガタだけじゃないぞ、ここ。恐るべしウサウズ畑。なんか動画でめっちゃノコギリ飛んできてましたよね。でも裏に今工業団地作ってるんですけど、はい、すごい林を伐採しちゃってたんですよ。その時に倒木をずっと置きっぱにしてて、片付ける前の年にそこからめちゃくちゃ湧いて、はあ、でもある意味森林破壊からのみたいな。あ、トマトが落ちてる。デカトマトとプチトマト。やっぱ野生動物万が生きて、この畑でイノシシが2回取れました。あ、怖っ。取った取ったんですか、イノシシ。罠を猟友会に仕掛けてもらって、はい、イノシシがその辺とあの辺で取れました。怖っ。あ、オオカマキリいるじゃん。わあ、大きくなった。お前もう修霊やな。これが成虫になった時、羽になるとこですね。羽の目と書いて死が。もうこんな大きさになったか。早く成虫に会えるの楽しみやな。お、なんか飛んできた。なんかこれカブトムシかと思ったら、コフキコガネかな。コフキコガネっつってね、あの体中に粉が吹いてるみたいなコガネムシがいるんですけども、いっぱい一生懸命生きて粉が剥げております。一生懸命生きてんなお前。ハゲコガネ、ハゲコガネ言うな。じゃあちょっとカブトムシでいるとこ、はい、見せてもらっていいですか、はい、普段スイカの皮とかキュウリとかサメとく場所というか、勝手に自然に帰るんでそういう場所があるんですけど。ああ、ここにカブトムシ来てるんですか。そうなんですよ。あ、ほんまや、死骸あるじゃん。死んでる。あ、めっちゃある。この野菜食べに来たけど暑くて死んじゃった系ですかね、うん、今年はやっぱり前より暑いので、前の時期はこのぐらいの時にすごいもう昼間もカブトムシいるんですけど、はいはい、吸い続けてカラカラになっちゃうみたいな。ここおらんかな。ジュクジュクですね。ジュクジュク。なんかこれはもうここにカブトムシが餌を食べに来てそのまま産卵しそうですね。そういう感じなんかもしれないですね。同じところで毎年あの発生してるんで、サイクルが出来上がってるんですかね。そう、多分。あ、生きた。あ、生きてた。いた。オスいた。マジでいた。スイカを食べに来て暑くてこっち隠れたんかな。うん、隠れてるんですね。一応隠れられるように草を置いたんですけど。あ、隠れられるように置いたんです。あ、ちっちゃいのいましたね。ちっちゃい、かわいい。ちっじゃあ、お前隠れてたんか、こんなとこ。虫好きにはたまんない畑ですね、ここ。僕も虫ちっちゃい頃から好きだったんで、子供たちとも撮ったりしたんですけど、こんだけカブトムシがいたりすると、家で飼うって感じじゃなくなっちゃって。まあ、そうですよね。畑に行けばいるから、それ観察すればいいんじゃないかと。まあでも、お昼よりはやっぱ夜来た方がいっぱいいるんですよね。そうですね、夜とか。まあ今朝も4匹ぐらいはいたんで、あ、そうなんですね、今多分どっかに隠れてるのか、潜ってるのか。じゃあちょっと夜また見させてもらってもいいですか。はい、お願いします。というわけでウサウズさんの畑、夜まで待つためにちょっとお昼は久々の元さんと昆虫採集に来ました。元さん久々ですね。ご無沙汰してます。オーストラリア以来ですね。はい、もう毎年元さんに連れてきてもらってます。タマムシポイントでも今日なんかタマムシ少ないみたいですね。なんか全然飛んでないんですよね。元さんも長えわ。カメラに映ってるかどうかわからん。おいおい、あそこでめっちゃうるさい耳ゼミ鳴いてるぞ。いた？イエーイ。はい、ミンミンゼミでございます。いや綺麗ね。もう名前の通りミンミンと鳴いてるセミなんですけれども、結構ね関東の方では普通種なんですけれども、めちゃくちゃ綺麗な色してるよね。緑色。ミンミンゼミ、おった、うるせえお前。アブラゼミとミンミンゼミを一気に取る。2匹取り成功。
というわけで夜の8時になりまして、はい、またうさずさんの畑に帰ってきました。はい、だいぶ暗くなりましたね。ですね。やっぱもうこれぐらいの時間になったらカブトムシ普段来てます？だいぶ来てると思います。あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。カブトいるのか。お、あら、あ、いた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 、え、本当にいるじゃん。見て、まずここにちっちゃいカブトが1匹、その奥にアリと一緒にスイカかじってるメスが2匹目、しなびたメロンにメスが3匹目、そしてこれは何の野菜ですか？どれ？キュウリ。これキュウリ。キュウリ食べるんや。キュウリも食べてんだね。で、キュウリに4匹目来てます。キュウリにメス5匹目、スイカめくったら6匹目オスです。そしてこっちのスイカは、せーの、よいしょ。あ、いた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 。あ、ここにもいた。ここもちっちゃい子がいる。あ、マジか。7匹いましたね、パッと見ただけで。あ、いたいたいた、ほんまやほんまや。8匹目がいた。いますね、ちゃんと。というわけで、夜来させてもらったら、カブトムシが8匹いまして、そして畑には死骸の山。これもう10匹以上分ぐらいありますね。これは少ない方なんですか？いや、少なくなってきてる感じですね。あと1週間とか、2週間とか前であれば、ゴキブリかのごとくいる感じで、ほんとメスがスイカの中にめり込んで、はい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 、何匹も出てくるみたいな状況なんですけど、ここ何日か暑くなっちゃってるんで、あとまあスイカもだいぶなくなってきてるんで、このぐらいになってきちゃったっていう感じですかね。でも今回7月下旬に来させてもらったんですけど、どれぐらいの時期がいいんですか？梅雨明けてちょいぐらいが多分一番ピークなのかなと。そうだったのか、うん、っていうか何よりの衝撃はこの腐ったスイカとかキュウリにカブトムシが来るっていうのがびっくりですね。よく皆さん、スイカをカブトムシに食べさせたら下痢するからやめろなんて言いますけどね、あいつらそもそも固形のうんこしないからね。こういうスイカとかキュウリとかって栄養がないのに水分が多いから、カブトムシがずっと食べるけど薄いおしっこばっかり出ちゃうんですよね。だからそれでマットがべちょべちょに汚れてるから、みんなカブトムシがお腹壊したなんて思ったりとか、まあ栄養がない分早く死んじゃったりするんですけど、だから別にスイカを与えてもいいんですけど、長生きさせたいときはちゃんとした昆虫ゼリーとかバナナとかを与えた方がいいです。次はすごいもっとうじゃうじゃ湧いてる時に来てください。ベストシーズンにまた来させてください、はい、お前ら明日の日中にはちゃんと逃げるんだぞ。キュウリじゃもはや。というわけでちょっとうさうずさんにいい樹液ポイントに連れてきてもらいました。ノコギリとか昼間でも行ったりして、はい、子供と自転車で来て撮ったりとか、へえ、ぐらいのところなんで。このクヌギいい形してんな。ゴキブリの量がすごいですが、コクワがいますね。ここの樹液にもコクワいるけど、ゴキブリが多い。おお、見て、カブトいるじゃん。カブトムシオスメスいました。やっぱ樹液場はカブトが陣取っちゃうな。横でなんかガサガサ音すると思ったら、ここにでっけえカブトムシいたわ。この地域すげえな、めっちゃいるやんカブトムシ。お、喧嘩始まる。始まった。あー、投げたー。一撃必殺でしたね。負けてしまいました。大丈夫やぞ、諦めずに頑張れ。この夏のうちにまたリベンジしような。あ、これいいクヌギっすね。うわー、ノコいる。めっちゃでかくない？あれ、でかっ。あれでっかいわ。あれすごい。あれ取りたいな。おっさんがアプローチ。取った。あ、うわイエーイ。うわー、でっかー。オスメスね。これ今シーズン見たのこで一番大きいわ。7センチないぐらいかな。めっちゃいいとこいますね、うさずさん。畑にもカブトムシ来るし、こんなちょっと歩いたらノコいるし、かっこいい、ね、最高じゃないですか。かっこいい。カブクはいっぱいいて楽しいけど、ゴロギスがおらん、ちょっと不満。どこ？お、ほんまにおるやん、ほんまにおるやん。マジでいた。すげえ、今何のやらせでもないですよ。ゴロギスがおらん不満を言うシーン撮っとこうと思ったらおったし。うわー、コロギスが樹液吸ってる。俺実はね、コロギスが樹液吸ってる瞬間あんま見たことないのよ。まあそんなに頻繁にも来てないんで、なかなか見れないんですよね。やった、嬉しい。うーわ、今日の動画のサムネこれにしよっかな。あんなにカブクは見たのに。コロギスおった。今回お世話になったうさうずさんのチャンネルは概要欄からチェックしてください。うずらやアヒルたちとの楽しい田舎暮らしの様子を見ることができます。それではありがとうございました。ムショカでした。「どんなに抱きしめても人も絶え